株式会社松尾楽器商会は、東京都千代田区有楽町に本社を置く、楽器扱い店。1948年8月、財団法人、NHK 交響楽団のコンサートマネージャーであった、松尾博士は、同法人在任のまま松尾ミュージックカムパニーを創立し、戦争のため十数年輸入が途絶えていたピアノの、スタインウェイ、ベーゼンドルファー、 ハープのライオンヒーリーと、世界的に著名な欧米の楽器メーカーと輸入の特約を結び、これらの輸入、販売を担うようになった。1956年2月、松尾博士の NHK 公共楽団体任を、機械に同社を株式会社松尾楽器商会として、再設立しその代表取締役に就任した上、同時に、海外の取引先を拡充を図った。 1983年、松尾博士の没後、息子の松尾春樹がその後を引き継ぎ、代表取締役に就任した。1996年、スタインウェイピアノの日本での総代理店としての地位を利用した並行輸入品に関わる件で、厚生取引委員会の調査を受けた。1997年、 上記の事件を受け、スタインウェイサンズ本社の日本国子会社として、スタインウェイジャパンが創設され、松尾楽器商会は日本での総代理店から、関東とその他一部地域の畜督薬店としての位置づけとなった。当初スタインウェイジャパンは、日本国内での楽器の販売管理のみを行っていたが、2021年1月より、東京青山に自前のショールームを開設し、 直接販売を始めた。それに伴い、松尾楽器総会は2020年12月をもって、ディーラー契約解除となり、同社のピアノの販売を停止した。さらに、松尾楽器総会のピアノ技術部門も2022年4月より、スタインウェイジャパンに引き継ぐことが2021年6月に発表され、同社の顔とも言うべきスタインウェイから完全に離れることとなった。 第二次世界大戦後には、西洋音楽の普及、音楽教育の向上とともに愛好家も増加し、楽器への需要も著しく増大す中、2020年まで、同社納入のスタインウェイのピアノは5000台を突破し、ベーゼンドルファーのピアノは150台優位ライオンヒーリーのハープは250台優位ノイペルト等のチェンバロは50台以上を数え、NHK を、はじめ、 各民間放送局、全国各都市のホールレコード会社、音楽大学、そして一般愛好家等に納入した。特にスタインウェイのピアノは、松尾楽器紹介は、日本の総代理店として、顔でもあった。さらに、第二次世界大戦後当時は日本には、数少なかった、パイプオルガンの輸入にも関わり、1973年に、 NHK ホールのパイプオルガンをはじめ、その他各地の教会、大学の行動、チャペル等、さらに公共施設では、武蔵野市民文化会館、福島市音楽堂、府中の森芸術劇場、そして1991年には我が国最大級の規模を誇るパイプオルガンを東京芸術劇場に、また、1992年には愛知芸術文化センターの大型パイプオルガンを、 完成させた。また独自開発の譜面台、式台等のホール舞台備品の販売も行った。他方、納入後の総合的技術管理についも、それに携わる技術者を、海外のメーカーに派遣し技術の研鑽を重ね、各地の施設のピアノ、パイプオルガン等を常に、最良の状態で管理運用できる、要保守管理を行ってきた。2002年、 東京日比谷にショールームを移転する際に、全室、スタインウェイのフルコンサートグランドピアノ設置の松尾ホールとスタジオを併設したが、上述の経緯のために2 0 2 1年3月をもって閉鎖された。ありがとうございます。